先生助けてください。早いテンポでダブルストロークをしたとき、左手の2打目の音量が上がりません。どうすれば1打目と同じ音量になるのか、何かコツや練習方法が、あれば教えてください。ダブルストロークっていうのが1打目を弾ませて、で、2打目をこう拾ってるっていうのがこうダブルストロークなんですけど、1打目を弾ませた時にこのスティックのこの後ろっ側かな、こうスティックの支点があって、でスティックの後ろっ側が手前にこうニョーンってくるんですけど、ここをいかにこの指とか手首でこううまく拾うかで、このスティック、ダブルストロークの音量が変わってくるというか、でこのスパーンってこのニョーンって弾んで、こいつが手前に帰ってきて、でここをスピードをつけて叩くことによってこの音量が上がったりするんですね。結構右手は割としっかりと拾えるけど、左が拾いにくいっていうことは結構あるので、なのでこの叩いた時のそのパーしてもらう感じで、これね、ちょっと感覚的にちょっとやってみてほしいんですけど、指の第一関節あたり、この第一関節あたりに、こうスティックを当ててもらって、で、この親指をこの中心にこうやって持ってきた状態。これがダブルストロークをした時の、この弾ませてる時の状態かな、この。叩いてこうパーして、第一関節のところにスティックが当たってる状態を、この弾ませてる状態で、で、そのまま、こうグーするみたい。グーという言い方は、師匠があるんですけど、このパーして、で、この拾、弾んだやつをそのまま拾う。この状態に持ってこれたら、ダブルストロークの音量が上がりやすくなるみたいな。だから左手も同じような感じで、弾ませた時に、この第一関節のここのところの、こういう状態に、持ってきて、でそのまま拾う。という感じすると、この2打目も、割とこう2打目もしっかりと音が鳴ってくるので、なのでこの叩いた時のこの感じというかを意識してもらって、で一回右手でその弾む感覚をつかんでもらってから左手をやった方がおそらくやりやすくなるんじゃないかなと思うので、そんな感覚で試してもらうと、いいんじゃないかなと思います。でテンポを無理に上げようとせずに、ゆっくりからその弾む感覚をつかんでもらった方がいいかなと思うんですけど、もしテンポを上げたい場合は、短めにやってもらうといいかもしれないですね。なので、タンタカ、タッタカタッタカみたいな、この、タン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 で交互に叩きながらの、テンタカトゥンタカ、その軽くやるとかっていう感じで、なんか瞬発的に早く叩くっていう感覚も掴んでみてもらうといいのかなと思いますかね。